はい、皆さんこんにちは。モツクリニックの北条です。今日はですね、お顔の脂肪吸引だったり脂肪注入、この手術との組み合わせとか、この手術をした後はどうこうとかっていうのをお話ししますね。おでこを丸くしたいっていう方がいらっしゃって、2年前にヒアルロン酸でおでこを丸くした、まあだんだん時間とともに効果が薄れてきて、まあしっかり丸くしたいなっていうことを、今回は脂肪ってことを検討されてたんですけど、今回の方はね、2年ぐらい経ってたんだけどまだ効果感じてますっておっしゃってた。触ったり診察するとね、まあちょっと残ってる感じがあるんですよ。でそういう状態だと、脂肪とあのヒアルロン酸がこう合わさっちゃうとダマみたいになっちゃって、デコボコももちろんそうだし、こう触るとね、こう塊みたいになっちゃうんですよ。なので脂肪を置き換えるのであれば、取らないと、吸収されていっちゃってからじゃないとやめた方がいい。じゃあヒアロン酸入ってる、まだ残ってます、じゃあ溶かしましょう、で脂肪を入れましょうっていうの、まあ流れとしてはそうなっていくんですけど、その溶かすっていうのがですね、標準的な入れるところって大体決まってるんですよ。なんですけど、こだわってらっしゃる先生がね、たまにいらっしゃるんですよ。まあ、それ別に悪いことじゃないし、すごいいいことなんだけど、どこに注入したかってその先生しか分かんないので、ヒアロン酸を溶かすってなった時には、やっぱりね、なさったところ、やってもらった先生にやってもらうのが本当は一番いい。それにまあ続いて、お顔の手術だと、お顔の吸引ででも注意があって、切開でもそうだし、あとは糸でのリフトアップもそうなんだけど、その手術をして間もない場合ってやっぱり効果がこういう上に引き上げてるわけですよね。脂肪吸引ってどっちかっていうと、手術するときにそれとは反対の方向に力をかけるんですよ。糸とかだと、結局糸ってこうトゲトゲの糸を皮膚の下に通して、でそのトゲトゲでこうの力で引っ張ってくるっていう、そういう手術なんですよ。ってなると、そのトゲトゲが外れちゃうことが、それを外れちゃうとその効果が減っちゃうから、それはなんかもったいないじゃない。なのでそういうやってからはすぐはあんまり良くないよって思う。それも大切なのは、効果がありますか今感じてますか、どうですかっていうのは結構重要な判断のね、材料になるので、それもいいと思う。今日はお顔のいろんなお話でした。いかがだったでしょうか。ご参考になりましたら、チャンネル登録お願いします。もし高評価だったりコメントをいただけたら、それにもお答えしますので、よろしくお願いします。